CT200HCT はトヨタ自動車が展開する高級車、ブランドレクサスが販売するハッチバック型の乗用車である。プレミアムコンパクトクラス初となるハイブリッド専用車であり、走行性能と環境性能を両立させたレクサスの新たな時代を切り開く車を目指して開発が行われた。レクサスのラインアップ中、最もサイズが小さく価格設定も低めであり、 同ブランドのエントリーモデルの役割を担う車種である。エクステリアは、レクサスの統一デザインフィロソフィー、エルフィネスにのっとり、低い車高、ロングルーフ、低重心な佇まい、ショルダーやタイヤの張り出し感を強調した、造形などにより、空力性能と居住性を確保しつつ、スポーティなシルエットを表現した。特に、前傾させた、リアクオーターピラーによりリアウィンドウをサイドまで、 回り込ませたデザインが特徴となる。2014年1月実施のマイナーチェンジでは、レクサスのブランドアイコンである、スピンドルグリルを採用。また、2017年8月に2度目のマイナーチェンジを実施し、それぞれフロントデザインを中心に、異常の変更を実施している。インテリアは、ディスプレイゾーンとオペレーションゾーンを分離したレイアウトと、し、横方向への広がりを感じる。 インストルメントパネル構成にするとともに、運転操作に関わるスイッチやシフトノブなどを運転席周りに集約させることで操作性を高めるデザインを採用。また、インテリアカラーやオーナメントパネルに多彩な仕様を設定し、ユーザーの価値観や好みに合わせたパーソナルコーディネートを可能としている。パッケージング面では、車高に合わせた低めのドライビングポジションにより、 スポーティさを送求、また、前席足元スペースの拡大、後席足元のフラット化など、前輪駆動のメリットを生かした、居住空間を構築している。パワートレインは、1.8リットル、アトキンソンサイクルエンジン、に z r フックス型とモーター、3JM 型、リダクションギアを組み合わせた、ハイブリッドシステムを搭載。システム最高出力は 100kW を発生する。 ハイブリッドシステム自体は3代目プリウスと共通。また、ボディの軽量化や空力性能の追求により、2011年の発売当初はプレミアムコンパクトクラスでは群を抜く、燃費性能 34.0kmL を実現していた。トランスミッションも電気式無断変速機を流用するが、6段変速、パドルシフトを採用する点が異なっている。 走行性能では、パフォーマンスダンパーを装着し、ボディ剛性を強化したほか、フロント、マクファーソンストラット、リア、ダブルウィッシュボーンの形式を取るサスペンションは、新開発。また、パドルシフトや、ドライブモードセレクトを採用するとともに、エンジンフードや、バックドアに、アルミ素材を使用し、軽量化を行い、走りと乗り心地の両立を図っている。ドライブモードセレクトは、 ドライバーの状況や気分に合わせてノーマル、エコ、スポーツの3つの走行モードを選択できるシステム。スポーツモードを選択した際にはハイブリッドシステムの駆動電圧が 500V から最大 650V まで昇圧して加速性能を最大限に引き出すとともにメーター表示がハイブリッドシステムインジケーターに変わりタコメーターが表示され照明も青から赤に切り替わる。 衝撃吸収ボディ、高強度キャビンを採用するとともに、新開発の無知打ち障害軽減シートや、合計8個の SRS エアバッグを採用。また、走行音の静かなハイブリッド車の接近を、歩行者などに知らせる、車両接近通報装置をレクサスとして、初めて標準装備としたほか、衝突被害の軽減に寄与する、プリクラッシュセーフティシステム。 緊急ブレーキシグナルなどの安全装備を採用した。また、2017年8月に実施されたマイナーチェンジでは、プリクラッシュセーフティシステムはミリ波レーダー単眼カメラ方式に変更し、昼間における歩行者検知機能が加わっている。2010年3月1日第80回、ジュネーブモーターショーに CT200H を出展すると発表。合わせて、 日本での発売は2011年初頭を予定へと発表した。2010年9月14日2010年パリモーターショーに CT200H を出展すると発表。2011年1月12日レクサス CT として発売。ラインアップは1.8リットルハイブリッドシステムを搭載する CT200H のみの設定。ベースモデルとなる標準仕様のほか 自動棒まばゆミラーやクルーズコントロールなどの装備を充実させたバージョン C、LED ヘッドランプや専用フロントグリル、スポーツサスペンションなどを搭載したスポーツィ仕様 F スポーツ本革シートや運転席8 a 調整式パワーシートなどを装備したラグジュアリー仕様バージョン L と計4種の仕様を用意した。ボディカラーは新規開発色の ファイヤーアゲートマイカメタリック、フレアイエローマイカメタリックに加え、ホワイトパールクリスタルシャイン、シルバーマイカメタリック、ブラック、ブラックオパールマイカ、レッドマイカクリスタルシャイン、エクシードブルーメタリック、シルバリーブルーメタリックの全球色を設定。また、F スポーツは、ファイヤーアゲートマイカメタリック以外の発色から選択、可能。2011年8月仕様変更。ボディカラーに、 マーキュリーグレーマイカを追加し、全10色となった。2012年8月23日一部改良。サスペンション特性を変更し、乗り味の向上を図った。ボディカラーは、シルバーマイカメタリック、シルバディーブルーメタリックを廃止し、新たに、プラチナムシルバーメタリックと F スポーツ専用色となる、ホワイトノーバガラスフレークを追加。 AC100V 電源を 1500W まで使用でき、非常時に車両を発電機として活用できるアクセサリーコンセントをメーカーオプションとして設定。コンセントはセンターコンソールとラゲージルームに設置された。フロントドアに撥水機能付けスーパー UV、カットガラスを全車に標準装備としたほか、助手席4ウェイ調整式、パワーシートをバージョン L に標準装備とした。 2012年9月21日特別使用車、クリエイティブテキスタイルインテリアを設定。バージョン C の装備品に加え、本革に近い風合いや手触りを追求した、合成比較、l クスを採用した専用シート、ミディアムシルバーのオーナメントパネル、さらに専用17インチアルミホイール、LED ヘッドランプ、ヘッドランプレベリングシステム、右手機関応式完結フロントワイパー。 サイドターンランプヒーター付けドアミラー。運転席8上調整式。パワーシート助手席4上調整式。パワーシートを特別装備とした。ボディカラーはバージョン C に設定の9色に専用色スターライトブラックガラスフレークを加えた10色を設定。2014年1月16日マイナーチェンジ。レクサスのデザインアイコンであるスピンドルグリルを新採用。 また、フロント、リアバンパー、16インチ、17インチアルミホイールのデザインをそれぞれ一新。バンパーデザインの変更に伴い、全長は 30mm 延長され 4350mm となった。ボディカラーには、新規開発色のマダーレッドを追加し、全11色に増やすとともに、洗車などによる小さなすり傷を自己修復する。 セルフリストアリングコートを新採用。インテリアではシート表皮、内装色、オーナメントパネルの組み合わせパターンが約80通りに拡大。シート表皮はバージョン C に l クスを採用した4色を新たに設定すると、共に標準仕様バージョン C のファブリックシートにサンドゴールドを本革シートが標準設定のバージョン L はウォーターホワイトに変わり。 トッパーアッツブラウンを追加。オーナメントパネルには、シマモクとブラックメタルを追加設定した。F スポーツは、専用デザインとなる、メッシュタイプのスピンドルグリル、リアバンパー大型のリアスポイラーに加え、切削処理を施した17インチアルミホイールを採用。また、新たに F スポーツ専用ブラックルーフを設定。ブラックルーフホワイトノーバーガラスフレーク。 ブラックルーフプラチナムシルバーメタリック、ブラックルーフマーキュリーグレーマイカ、ブラックルーフレッドマイカクリスタルシャイン、ブラックルーフマダーレッド、ブラックルーフフレアイエローマイカメタリック、ブラックルーフエクシードブルーメタリックの7パターンを設定した。また、インテリアでは、ファブリックにダークローズブラック、スレートグレーブラックを本側に、 ダークローズを新採用した。走行性能では、旧、遮音材の改良により静粛性を向上。また、スポット溶接打点の追加とともに、ボディを面で結合し、たわみを抑える、構造用接着剤などの生産技術を投入して、ボディ構成を強化したことで、操打時の車両応答性を高め、操縦安定性と乗り心地の向上を実現。さらに、フロントピラーや、 リアコンビネーションランプにエアロスタビライジングフィン、エンジンアンダーカバーなどに整流フィンを追加したことで、空力性能を高め、車両の安定性向上を図った。装備面では、ナビゲーションやオーディオの情報をメーター内に表示する4.2インチ TFT カラーマルチインフォーメーションディスプレイを新採用。標準装備のオーディオ用スピーカーに天然の竹から抽出した。 植物由来をパールを世界で初めて使用した畜産プラントオパール樹脂振動板を採用したほか、ナビゲーションシステムは HDD タイプから SD カードを採用した改良型に変更。新たに DVD、ブルー、レイデッキや映像端子を備えたことで、ナビゲーション機能の利便性を向上させた。フロントドアには紫外線を99%カットする効果に加え、 赤外線を効率よく遮断する、発水機能付けスーパー UVIR カットガラスを採用し、プラズマクラスターは従来型に比べて、イオン発生数が約20倍となった高濃度タイプに更新し、全車に標準装備とした。2015年1月8日一部改良、同時に特別使用者、F スポーツ、X ラインを発売。G リンクの新機能として、 音声対話サービス先読み情報案内サービス、エージェントとアプリケーションソフトの追加が可能なレクサスアップスを新たに搭載したほか、ボディカラーにはホワイトパールクリスタルシャインに代わり、新規開発色であるソニッククオーツを新設定した。特別使用者、エフスポーツ、X ラインはレクサスの日本開業10周年を記念して設定されたものでエフスポーツをベースとしている。 エクステリアでは専用スピンドルグリル、フロントフォングランプベゼル、専用リアバンパーカブにブラック塗装を施すほか、メーカーオプションとして専用ブラック塗装のアルミホイールを設定。インテリアではブラックスカーレットのインテリアカラーをベースとし、トリム部にはレッド、シート部にはブラック、レッドのステッチカラーを採用。シート表皮は専用ファブリック、エルテックスを採用し、 レッドステッチを施した専用ディンプル、ホンガーステアリングも特別装備とした。ボディカラーはホワイトノーバガラスフレークとブラックの2色を設定。2015年8月6日一部改良。エクステリアでは F スポーツのスピンドルグリルカタンのロアモールをメッキ化色付きに変更。ボディカラーではブラックオパールマイカ、フレアイエローマイカメタリックに変わり。 グラファイトブラックガラスフレークと新規開発色のディープブルーマイカを新設定。また、F スポーツのみに設定されるブラックルーフではブラックルーフフレアイエローマイカメタリックに代わりブラックルーフディープブルーマイカを新設した。装備面では G リンクにエンジン再始動などを遠隔地から禁止することができるリモートイモビライザーと離れた場所から携帯電話で ドアロックなどの操作が行えるリモート操作を追加した2016年5月仕様変更ボディカラーの設定を変更プラチナムシルバーメタリックファイヤーアゲートマイカメタリックエクシードブルーメタリックに代わりソニックチタニウムアンバークリスタルシャインスパークリングメテオメタリックを追加また F スポーツのみに設定されるブラックルーフではブラックルーフ プラチナムシルバーメタリック、ブラックルーフ&、エクシードブルーメタリックに代わり、ブラックルーフ&、2016年8月25日特別使用車、クールツーリングスタイルを発売。バージョン C をベースに、LED ヘッドランプ、LED クリアランスランプ、LED フロントフォングランプを装備し、フロントのスピンドルグリルのロアモールにメッキ加色を、17インチアルミホイールに、 専用ハイグロスト層をそれぞれ施した。内装はファブリックとエルテックス素材によるニトーンシートを採用し、シートカラーをレッドブラック、スレートグレーブラックの2色から選択可能とした。ボディカラーはバージョンシート共通の10色に加え、専用設定のブラックルーフソニック,クオーツを含む5パターンのブラックルーフをメーカーオプションに設定した。 2017年6月15日マイナーチェンジを実施した新型 GT のデザインを世界初公開。内外装デザインの変更や予防安全パッケージ、レクサスセーフティーシステムの採用が挙げられる。日本では同年秋頃の発売予定とアナウンスされた。2017年8月24日マイナーチェンジ。バンパー、ヘッドランプ、 リアコンビネーションランプのデザインを変更。スピンドルグリルは緻密なスピンドル形状の造形が縦方向に少しずつ変化する新衣装のグリルメッシュを採用するとともに高輝度の金属調にペイントが施されたほか、F スポーツは新しい F メッシュパターンが採用された。ヘッドランプはアローヘッド形状のクリアランスランプを上部に配置するデザインに変更。 さらに新衣装の切削後期処理を施し、ダークメタリックとの2トーンカラーを施した16インチアルミホイールをバージョン C に、標準、バージョン L にメーカーオプション設定とした。なお、バンパーデザインの変更に伴い、全長は 5mm 延長され 4355mm となった。ボディカラーには、F スポーズ専用色である、ラバーオレンジクリスタルシャインと、 ヒートブルーコントラストレイヤリングを追加し、全13色を設定した。また、F スポーツのみに設定される、ブラックルーフでは、ブラックルーフディープブルーマイカに代わり、ブラックルーフラバーオレンジクリスタルシャイン、ブラックルーフヒートブルーコントラストレイヤリングを追加し、全8パターンから選択可能とした。インテリアでは、ナビディスプレイを10.3インチに拡大。 オーナメントパネルにはサンフレアブラウン及びバンブーをバージョン L に標準設定、標準仕様バージョン C、F スポーツにバンブーをメーカーオプション設定としたほか F スポーツ専用としてホナルミがメーカーオプション設定となった。内装色はシート表皮とオーナメントパネルの一体感を感じさせる2トーンカラーを採用し合わせてカラーラインアップを刷新した。 安全装備では予防安全パッケージレクサスセーフティシステムを全車に標準装備とした2018年8月23日特別使用車、ブラックシークエンスを発売ブラックシークエンスは2018年3月末時点においてレクサスブランドの日本国内累計販売台数が50万台を達成したことを記念した特別使用車でバージョン C をベースとしている エクステリアでは、ベースモデルでは、メーカーオプション設定となる215、45R17、タイヤアルミホイールを特別装備。ホイールには専用ブラック塗装とブラックナットを採用。また、ドアミラーは、広角、自動棒まばゆ、リバース連動チルトダウンメモリーヒーターを備えた、オート電動格納式にグレードアップされた。ボディカラーは、ソニッククオーツ。 ソニックチタニウム、グラファイトブラックガラスフレーク、レッドマイカクリスタルシャイン、ディープブルーマイカの5色に加え、ブラックシークエンス専用のツートーン仕様として、ソニックチタニウムルーフ&、グラファイトブラックガラスフレーク、マーキュリーグレーマイカルーフ&、レッドマイカクリスタルシャイン、ソニックチタニウムルーフ&、ソニッククオーツの3種類を特別設定。専用インテリアカラーとして、ブラック。 ダークローズレッドステッチ、ブラック、ブルーブルーステッチ、ブラック、ホワイトホワイトステッチの3種を設定。サスペンションは F スポーツと同様の専用スポーツチューニングが施されたほか、クリアランスソナーバックソナーを特別装備とした。2020年8月20日一部改良。パーキングサポートブレーキを全車に標準装備された。ボディカラーはスパークリングメテオメタリック。 標準仕様、バージョン C、バージョン L 専用色のアンバークリスタルシャイン、F スポーツ専用色のラバーオレンジクリスタルシャインに代わり、全車共通色のブレージングカーネリアイコントラストレイヤリング、テレーンカーキマイカメタリック、セレスティアルブルーガラスフレークの3色が追加された。なお、 今回の一部改良で WLTC モード走行による燃料消費率及び排出ガスに対応し、平成30年排出ガス基準75%低減レベル認定を取得。また、燃料消費率が WLTC モード走行へ移行したことに伴い、標準仕様 F スポーツバージョン L は2020年度燃費基準プラス20%達成、バージョン C は 2020年度燃費基準プラス10%達成となった。ニュルブルクリンクでの開発を目的に、ドライバーは影山雅彦、高木みのる、佐藤組。安定感と低燃費を生かして、第3戦は決勝で83ポジションを上げて、総合108位。第5戦は39ポジション上げて、総合106位で完走した。社名の CT は、 クリエイティブツーリングビークルに由来、200H は2.0リットルガソリンエンジン並みの動力性能を有するハイブリッド車であることを表す。ありがとうございます。